ジョエル・ブリュアンは、フランスの料理人。リオン近郊のサンテティエンの生まれ。ポール・ボキューズの数シェフを経て1972年に、ボキューズ提携のレンガや開店のため来日。1980年、南青山に、レストランジョエルを開店。2006年現在、フランス料理アカデミー、日本支部会長。フェルナン・ポワンからポール・ボキューズを経て脈々と続く。 クラシックなフランス料理に定評がある。また、リヨンの郷土料理を消化させた数々のスペシャリティもある。幼い頃から食道楽の両親に連れられて、ポアンのピラミッドやメールブラジエをはじめとする、リヨン周りのレストランの黄金時代の料理を食べ歩いた。その経験をもとにしたクラシックな料理や17から19世紀の料理の再現を行うなど、 日本におけるフランス料理の生きた博物館としての役割も果たしている。今は亡きパティシエのアンドレル・コントと彼は日本のフランス料理の発展に果たした。2007年2月末に表参道のレストランの26年の歴史を終え、3月30日に六本木の防衛庁跡地の東京ミッドタウンにスタッフと共に移動、新しいレストラン QG のフランセーズ JJ を開いた。 ありがとうございます。